それが答えた。なおちゃんの結婚式の余興をやるために久しぶりに集まりました。それが答え。赤踏んでドン引きしてたから。あれやって2時間いけます？もう俺ら素人なんですさ、一生懸命やったんだから、もうそれでよくない？これは結婚式と二次会の狭間で起こる物語。泣いてんじゃないですか、いろいろ思い出しちゃって。文化祭でコントやるから。コント真剣に掃除してよ。お前クラスで無視されてんじゃねえかよ。よしお泣いた。笑ってんのかい。ずっと気になってたんだけど。おなんかあんすか、気になる。もしかして俺ってさ、俺死んねえ。笑わせてやる。引きずることから逃げんじゃねえの。お前に演劇託してね、一緒に戦おうぜって。安い笑いでごまかしてんだろ。笑わせてくれ、笑わせてくれ。優勝さんっすよね。めちゃくちゃ久しぶりじゃないですか。次は絶対電話出てやるからさ。くれなずんでんな。くれなずめ、幸せになれよ。戻ってきた戻ってきた。今ので終わりでいいじゃん。